今同時通訳されてますか？これが、ウィバースが答えがちょっと遅いので、誰か答えてください。同時通訳されてます？ Yes or No で答えてください。ああ、通訳されてないとなると、これもちょっと理解されないのかなとは思いますね。僕の声聞こえてない？それはない、違うよね。みんな話してるの。ああ、これがウィバースが本当にチャットが遅いんだね。ちょっと10秒ぐらいしてから上がってくるのかな。10秒から13秒ぐらい違うのかな。そうなんだ。TikTok を消した理由は、僕が本当にちょっと面白いやつをあげたんですけど、僕の TikTok に何かちょっとかっこいいダンスとか、ダンスのチャレンジとかカバーみたいなものをあげようと思ってたんで、それで消したんですよ。だけど、それをまた、なんかアーミーがこれを全部拡散させたりとかしてるんですよ。とにかく僕の TikTok になければいいんですよ。そういうのはストーリーに上げたりすればいいからね。今日、セブンティーン、チョンアン君の誕生日なんだね。チョンアンさん、前に何回か会ったことあるんです。あります。誕生日おめでとうございます。歌えるかって？今スピーカーをこっちに移したんですよ。なんで歌は歌えると思うよ。 なので あっちに遠くにあったのを、その音を大きくしなくちゃいけなかったんですけど、もう近くなったんで、ちょっとこの前ちょっとねテストしてみたんだけど、何も言われなかったのを見ると大丈夫みたい。英語で話そうって。 Let's talk in English。 なあ、難しいね。 English is so difficult。書き込みが結構遅いのは遅いんですよ。このステーションヘッドのいいのは何かっていうと、すぐにアーミーからの反応が来るんだよね。ウィバースはちょっと遅いね。でも同時通訳入ってるから遅いかもね。コリアンイズセクシーだよね。韓国語がね、多分一番、僕は本当に一番難しい言葉だと思います。ちょっと他の言葉もあんまりよく知らないけど、知ってる言語もそんなに多くないけど、韓国語のように表現の方法がいろいろある言葉はないのかなと思いますね。いろんな多様な言語だと思ってます。なのでこの韓国語を作ったそのセジョン大王は本当にすごい人だなと思います。どうすればこういうふうに表現ができるんだろうと思います。その英語とかね、他の言語を解釈をするときに、それを解釈する人がいるじゃないですか。その解釈する人によって何か特色みたいのがあるじゃないですか。それが
そういう感覚がねちょっと全部違うのかなって思います。曲の解釈とか見るとね、曲の役見ると全部違う感じなんですよ。それもちょっと見てると面白いと、僕がいつも何なんだって、いやあ笑ってみろってこと、はいもう終わったって、はい片付けます、もう僕に酒飲めてアーミーたちが言ってるね。もうあるの全部飲もうかな、残ってるのは。カップルドって言えばいいのかな、カップ、カップのその下に敷くものがないので僕はウェットティッシュでこういう風に使ってます、こういう風にね、はいいいかな、こうやると全部混ぜてもこぼしても下に全部吸収されます。とてもいいですよね、はい、テキーラを入れた方の方がいいかなって、僕はテキーラ飲んじゃダメなんですよ、僕はシャンペインプラステキーラの、そうするともういっちゃいます、もうそのまま飛んでいっちゃいます、僕と飲みたいって、うん、住所教えてあげようか、僕の住所みんな知ってるんじゃないかな、全部ネットに上がってるからね僕の住所みんな知ってるじゃん、 YouTube に検索したら出てくるよ、だけど僕は気にしないよ、僕の宿命だと思ってるから僕は前だけを見て進みます、アーミーたちとの未来だけ を見ながら進んでいきます、だったらそんなの一つずつ全部気にすることできないからね、あーどうしよう、音楽でも流そうか、本当に家の住所教えようか、本当に来ちゃダメだよ、でもを再生しましょうかね、歌を、今流してる曲が 3D の活動してるときに、その活動するとに一緒に活動してたダンサーの人が勧めてくれた曲なんですけど、本当にいい曲なんでこれよく聴いてます、21っていう曲なんですけど本当にいいと思います、これ今日はこういう風にしながらね休もうね、
僕がその TikTok 撮ってる場所がここです。ここ、どっかわかる？ここです、ここです。僕はその撮影用のカメラが別にあるんですよ。なのでこれをこういうふうに設置をして、でそこからここで踊るんですよ。こういうふうに踊ります。こうやって撮って編集するんですよ。こういうふうにやるんですよ。うん、この辛い世の中で僕だけが甘いメロディーだって、イエス。Did you eat some? 何か食べました？まだ食べてないです。何食べようか。何を食べればいいと思う？ホビ兄さんの曲流してほしいって。そうしようね。チェイホープ会いたいわ。
よかったね。あ、疲れた。アイソレーションの練習しないと、アイソレーション。
疲れた。ちょっと休むね。あ、もう疲れた。ちょっと休めて。了解しました。あ、本当にそうだ。OK。メンバーたちの代表曲は行かないとね。では。なんかしないといけないんだけどな。あれ、なんかしようと思ったんだけど、面白くなさそうだったんで、なんかしようと思ったんだけどね。面白くなさそうだね。どうだろう、僕のビルドアップは。こういうのがビルドアップってやつやよ。こういうふうに曲げながら、ここまで。見た？
やっぱり最後は、もう酒がないんですよ。There is no alcohol. There is no whiskey. ウイスキーがもうないです。週末な？上、ジン兄さんの曲はスーパーツナなの？スーパーサンチなの？あ、これ、皮膚科行ったんで、つけてもらったんだけど、こういうのつけておくのがあんまり好きじゃないんで、皮膚科でつけてもらったやつです。3D？3D 大変なんだけどな。サントリーウイスキーあるの？今ウイスキーを持ってて僕にくれることができる人、手挙げて。サントリーウイスキーを持ってて、僕に今持ってきてくれる人、手挙げて。Put your hands up。スーパーツナ。本当に持ってこれるって？本当に家に2つあるって？したらうちの、警備の人に伝えて渡しといて。いやー、冗談だって。明日テストだけど幸運を祈ってほしいです。ストレスが私を殺します。ストレス受けずにね。Don't stress。ストレス受けずに、明日テストを受けに、あ、うまくいくと思いますよ。で、うまくいきます。アーミーの、アミとは一体何なのかっていうのを見せてあげなさいよ。
陳兄さんも本当に。陳兄さんも本当に普通じゃないよね。僕だったらできなかったと思うわ。なので、これが本当にアーミーのためだけにやったのかな。アーミーは、ジニーさんがどういう意味か知ってるじゃん。ジニーさんも結構普通の人じゃないじゃん。結構。ね。こういうのを曲として出そうという考えをね。あれ、これ、一面で終わり？ジニーさんも本当に、本当にね、すごい人だよね。そういう面があるから、うちらのチームがね、明るい理由があると思うんですよ。ジンニーさんがそういうのをやってくれるっていう面があるからね。メンバーに会いたいわ。メンバーに会いたい、メンバーに。I miss my member. BTS. なんで僕の真似してんの？編集が遅くなった。ごめんね。キャンチョってどういう味なんだろう。あ、キャンドルか。匂いはいいよね。でも、キャンドルを食べろって言われても、僕に死ねってことじゃないのかな。皆さん食べないでね、皆さん。キャンドルは飲むものじゃないですよ。このキャンドルつけて、換気もしなくちゃダメですよ。残ってたよね。僕も知らなかったよ。全部できないと思ったんだけど、全部できましたね。そうだと、そういうことです。これ、ジニーさん、ミュージックビデオ見てると、本当にちょっと面白いね。不思議だね。
ああ、やっぱりこれはスモーキーなんだよな。いいね。では、これから、RM。やっぱり、この曲が合ってるのかな。通じた？明日最初の最初の飛行機。緊張しないでね、頑張って。このカップそんなに大きくないよ。手の大きさぐらいかな。そんなに大きくないよ。ここがセンターかな。民牛の髪切ったって、民牛が？民牛髪切ったって？写真撮ってもらわないとね、写真送ってもらわないとね。今、ホービー兄さんの曲聴いて、ジミ兄さんの曲聴いて、テヤン兄さん、ジン兄さん、その後、ランジュン兄さん、そして、シュガ兄さん残ってるね。ランジュン兄さんの曲いいよね。メンバーの、みんなの曲本当にいいと思います。メンバーの、その色が全部違うから。チョンゴクさんは2025年に活動を再開した後、メンバー全員が一番最初に一緒にやりたいものは何ですか？何と思います？皆さん。何だと思います？皆さん。当然のことですよ。何だと思います？早くアルバム作って、早く、それを早く出すことかな。皆さんに会いに出てくることかな。それ以外には道がないですからね。それが第一番目にならないと。それは質問する必要もないです。これは僕らが集まって、みんなが集まったその時点から、誰よりも早く、皆さんの前に出てこれるようにね、しないとね。
それが正しいと思います。もう本当にボンボヤージもしたりとか、インザスープもしたりとか、だから本当に僕らがどれだけ皆さんについて考えているかをね、それを知ってほしいです。その各自その個人的な理由があったりとか事情があったりとか、あれ何なんかついてる、各自個人的なそういう事情があるかもしれないし、何があるかわからないですけど、それは僕も含めてですね。でもそれはそんな中でどれだけ皆さんのことを思っているのかを知ってほしいです。正直皆さんにかっこよく見てもらいたいですし、あと皆さんの力になりたいですしね。あとそういうふうに、あともう一つ皆さんに考えてもらいたいがために努力してるんですよ。僕がこの仕事をしている、なんて言えばいいんだろう、このすべて、このすべての理由なんですよ、皆さんが。皆さんが理由なんですよ。僕がいくらなんかすごい人になってもそんなの理由、意味がないんですよ。それは僕がただね、その皆さんが今までくれたものをベースとして、その多くのものをなくしてしまうことと同じなんですよ。そんなことできないじゃないですか。僕は第一番目、一巡目が何かちゃんと知ってますし、それが皆さんであることを知ってほしいです。本当に。なんでこの話になったんだろう。あ、そうだ、2025年は何したいかっていう話からだったよね。だからそれなんですよ。できるだけ早く新しいの出してかっこよくカムバックするんですよ。そしてメンバーたちと一緒にね、できればだいたい2年からまあそれぐらい経ったとして、でその時にね、今よりもっとかっこよくなくちゃいけないじゃないですか。そのためにどうすればいいかって、もう努力するしかないんですよ。努力しなくちゃいけないんですよ。 そこに遅れないように、誰よりもかっこよく BTS を応援してくれているっていう、応援するっていう、そういう考えがかっこいいっていうことになるように、そのために僕らがもっとかっこよくならないとね。そのためにどうすればいいのか、そのためにはトレーニングが必要ですよ。努力してアルバム出して、で全世界にいるアーミーに訪れて、アーミーを訪問して、で7人のメンバーが今までできなかった話を、そういうのを話しながら、撮影をしながら、皆さんにそういうのを言いながら、でそれを見せてあげるっていうこと。いやー、本当に BTS ってこんなチームなんだった、うん、そういうのを見せてあげるっていうこと、それ以外はないんですよね。で僕がやりたいことは、そのメンバーが各自やりたいってことは、それは後でやってもいいんですよ。で僕らと一緒に活動しながらやっててもいいんですよ。もうこれからもうチャプター2は始まってるんですよね。チャプター2が始まったんだったら、その一番目は、これはメンバーもみんなも同じだと思います。それはグループが先ってこと、このみんなが一緒だっていうのが先。それは隣の人がどんだけ悪口でも石を投げてもそれは変わらないと思います。それをやってからで、メンバーたちがね、とにかくその時間とかが過ぎてしまうので、なので
メンバーたちは個人的にやりたい話とかはあるはずなんですよ。僕もそうだし、僕もこれやりたいとか、そういうのが絶対出てくるはずなんですよ。音楽的なものだけじゃなくて、いろいろな分野でメンバーたちがいろいろ活動すると思うんですね。で、そういうのは2番目になると思うんですよ。みんなで集まった時に、やらなくちゃいけないことは確かにあるってこと。それが先ってこと。それだけは知ってほしいなと思うのと、その分だけメンバーたちも僕もいつも第一巡目において考えてるってこと、それだけは知っておいてもらえれば大丈夫かなと思います。それが正しいと思いますしね。なんだって？ああ、これもうちょっと面白かったので見逃したわ。そうだよね。今、バンタンが、いや、でも順番はそれが合ってます。アーミーがあるからバンタンがあるんですよ。バンタンがあってアーミーがあるっていうのは成立しないんですよ。皆さん知ってますよね。アーミーがいて、アーミーがいるために、そのバンタンがいて、バンタンがまた、とにかく僕自身もそうなんですし、メンバーたちみんなもそのかっこいい、そういう姿を見せることで、アーミーたちが応援してくれて、愛情を送ってくれる。それに対する答えはしていかなくちゃいけないと思うんですね。僕らは、そういうもんなんですよ。チームの話してるのに、ジミン兄さんと僕を合わせたのかな。じゃあ続いてシュガの兄さんの曲直さないと。南純兄さん、曲ありがとうございます。やっぱりかっこいいね。はい、聞こえます？こういうふうにメンバーたちがみんなこの音楽のスタイルが全部違うよね。これってすごく不思議じゃない？本当にみんな全部すごい人たちだよね。みんな本当にすごい人なんで、僕がそういう人たちの下にいるから、こういうふうにちゃんと立派に成長できたと思うんですよ。これ最後に飲んで終わりにします。わかったね。ヨンギ兄さんが時々そういう話してたんですけど、お前はなぜヘイグムチャレンジしてくれないのかって。お前はやってくれるとも思ってたのにって。ね。兄さん、僕が今度ダンスやるから。近いうちに、いや、もう近いうちはどうか分かんないけど、とにかく僕の TikTok にあげます。僕、兄さんと一緒にはできないとしても、僕、ダンスやります。ここから。どこの部分が一番辛いとこなんだろう。一番辛いとこやるわ。やっぱりユンギ兄さんがそれでね、拗ねちゃってね。おい、ジョングギ、お前はやってくれと思ったのになぜヘグムやってくれなかったんだ。だよっていう。ヘグムのダンス難しそうですよね。難しいように見えました。でも、僕が誰だと思ってます？皆さん。Say my name. Say my name.
僕が誰だと思ってるんですか？ JK。全部できる人です。僕、ちょっとトイレ行ってきますね。トイレ、トイレ。レスト。ああ、これ切れてたんだ。ここに汗の跡あるの誰も話してくれなかったね。これ見えます？これ全部汗なんですよ。そう、それだけ僕一生懸命に頑張ってるんだって。こんなに汗かいてね。どれだけ辛いのか。でもそれはなぜなのかっていうと、みんなのために。皆さんのためにですよ。飲み干したわ。最後は僕の曲で終わりにして。僕？
もうちょっと酔っ払ってるよ。いや、これで終わりにしよう。もう飲まないよ。明日も練習があるんだよ。もうわからないよ。もうもっと飲むかどうかわかんないけど、とにかく今は終わりね。とにかくこうやって。スローダンスはさっき流したよ。3D まで聞いて、僕は挨拶にしたいと思います。3D まで聞いて、僕は挨拶、それで挨拶に返させていただきます。わかったね。
今まで、チョングクのリバースライブでした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイ。バイガイズ。See you next time. 今度夜何か食べますか？食べません。ダイエットしないといけないです。I have to do diet. 何言ってるか分かってる？ありがとうございました。よかったです。It was fun. ありがとう、みんな。いきます。とにかくアルバム期待してください。あとアーミー、いつも僕が思ってるってこと忘れないでね。今日は本当に良い夜になってほしいですし、いい一日を送ってください。ありがとうございます。バイ。バイバイ。終わったみたいです。皆さんありがとうございます。逃した前半10分11分ぐらいやったんですけど、あれはあれでまた別に撮ります。こちらの方は、後半ということで、後ほどアップロード、YouTube の方にアップロードしておくのと、ライブの方はね、今からでもすぐに聞けるようにしておきます。ちょっと編集してアップしておきます。はい、お聞きくださった、もう200人超えてる人いましたね。ありがとうございました。それとは別の話として、この YouTube チャンネル、チャンネルのコミュニティ開設したので、ぜひぜひ、加入していただければ、何か、始めた時に通知とかも行くのも、もう皆さんやってると思いますけど、いろんな BTS 関係の話だけじゃなく、いろんな話をしているので、ぜひとも、フォローとかしていただければ、加入とかしていただければと思います。なんか言い残したものないかな。そうだ、最近、ツイッターから来た方は、ツイッター最近できてないんですよ。スマホで聞きながら、通訳をやらなくちゃいけなくなっているので、それなので、スマホを使っているので、スペースができないです。なので、YouTube の方をぜひともフォローしてもらえればと思います。フォローと、通知ね、2つやっていただけると、急に始めても皆さん聞けるのかなと思います。言い逃したことないかな？大丈夫かな？はい、まあ、そういうことなので、この後前半取りに行きます。皆さんありがとうございました。メッセージありがとうございます。切ります。